じゃあ、ここまではですね、モノクロ写真についていろいろ語っていただきましたが、ここからはですね、ちょっと、今そちらに置いてある、K3 Mark III モノクロ、すでにたくさん撮影していただいていると思うんですけども、どういった印象をお持ちかというのをちょっとお伺いしたいんですけども、これ俺から言っていいですか？いいよ。なんか俺ね、モノクロームになった方が軽快に感じたんですけど、シャッターを押したりする時が、そんなことなかったですか？ないよ、何も変わんないよ。まあ変わってないはずなんですよ、変わってないはずなんだけど、なんか俺の中ではこういうのカメラで撮ってる方がなんか軽快だった、気のせいで、ね、シャッターのフィーリングがいいとか、そう、そういうこと、切れ味がいいというか、そんな感じがなあるわけないよね。どこと同じ。そうですよね、それあったら問題だもんね、俺のカラーの方が問題あるみたいな話になるよね。そうそれは問題ですけど、それまた、気のせい、気のせいじゃん。やっぱりあれなのかな、色とかも全くこもないから、自分の中にこうシンクロしやすいのかもしれない、そんなわけで気持ちが乗ってるそうかな、社欲が湧いてくる。いやー、だって見てて、ファインダーはそのままだよ、ファインダーそのままだし、そうでもなんか、やっぱりこう最初びっくりしませんでした、色が全くないって。得意のグリーンボタンにもないんですよ。そうないね。だからさ、グリーンボタンがどれだか分からないって感じだよね。そう、でもそれがすごくこうしっくりくるというか、ここもほら、グレーになってたりするじゃないですか、そういう部分でなんか、しっくりくるのかもしれない、気分的なもので。気分的なもので。そんなことなかったですか？別に、全く違和感なく使ってたけど全く違和感なく使ってたけど、でもまああれだよね、やっぱり一眼レフだから、さっき言ったその目で見えてるカラーの景色が、ファインダー覗いてもカラーじゃない。カラーで、ほらミラーレスの場合にはモノクロでモノクロで見えちゃうから、逆に想像力の点で言うとこっちの方が、上級者向けかもしれないけど、ちょっと面白いよね。そうです ね僕らが楽、こっちの方が、モノクロ撮るときは、ミラーレスはもうなんかいつもここでここと言われてるような感じお前間違えてる、お前それじゃいけないはずだとか、なんか月々言われて、なんか違うんだけどなと思って撮る感じが、これだともういいじゃないですか。だからたとえ間違えてたとしても、それは後でしか知らないわけじゃないですか。だからそういう意味ではすごく僕はシンプルでいいかなと思いましたけど、そうだから光学ファインダーで撮るモノクロっていうのがちょっと面白いよね。そうですね、だから逆にでもさっきの話じゃないけど、光を意識する上では、なんか光学の方が分かりやすいような気がするんですよ、光っていうの、光を受けた答えを、EVF って光を受けた答えを見ながら撮ってるじゃないですか、そうじゃなくて自分がこういうふうに感じたんだっていうのを思いながら、だからいいんだよってこう素直にシャッターをね、押せるんじゃないかなって、そんなことを思ったりします。液晶撮った後、液晶は見る？たまに見ますよ、当然、だって見れるんだもん。でもたまになんだ、俺割と撮ったら見ちゃうんだよねいやあれだから、撮ったら見ちゃうと癖になるじゃないですか、癖になるって気になっちゃうじゃないですか、俺フィルムカメラも撮ったら見るもん。何見るんですか？フィルムカメラで撮ってパッて見て、あ、これ見えないんだねってあ、今でもフィルムカメラを使うってことね、俺フィルムカメラ使わないからあれだもん。本当？全然使わない、たまにね、巻き上げてなかったとかいうのはありますよ、フィルムカメラの時は引っかかってなかった、それはミスだね、全然巻き上げてなかったとかあります。そういえば花輪さんって某ライカ社のモノクロ専用機も使われてますよね、MT モノクロームね、やっぱ違いますか？いや、違うっていうのは、ほらカメラが全く違うジャンルのカメラじゃない、レンジファインダーカメラと一眼レフカメラだから多分気持ちは違うんだよね、やっぱり一眼レフカメラってものすごくやっぱりフレーミングはさ気になるじゃない、でもレンジファインダーってこれぐらいのとこが映ってるっていう、だからなんだろうな、さっきカラーで見えてるものをモノクロに想像するって言ったけど、フレーミングも何かってある意味想像なわけよ。
はい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 、だからなんか全部想像の中で撮ってるものと、こっちはフレーミングだけはちゃんと仕上げとかなきゃっていうのの気持ち的な違いはあるけど、でもどっちもまあ後で写真見るとあれだけど、共通してるのは僕はあのモノクロ専用センサーはどっちもシャドウの粘りが決めて、だからそこはあんまり変わらない。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そうですね、やっぱり、そうですね、僕もこれ使って、まあ、シャドウ、まあ、僕はね、どっちかっていうとハイライトがいいなと思ったんですけど、シャドウは当然いいんだけど、ハイライトも粘るなっていうのがすごく感じたんですけどね、これ撮ってる、使ってる時。ちょっとじゃあ、ちょうど仕上がりについて の、あの話が出てきたので、次じゃあ、実際に撮った作品見ながらですね、あの K3 マーク3でモノクロームで撮った写真どうだったのかっていうのをちょっとお伺いしたいです。とじゃあなんかケータの写真から見る？いきますか？うん、どれが？じゃあね、あ、じゃあちょっとハイライト、まずハイライト2枚目のやついきましょうか。とハイライト、まあ、これハイライトって言っていいのか分かんないですけどね、曇天の時に撮ったんで、でまあ、まだちょっと葉っぱが出てない頃ですよね、まだだから3月ぐらいに撮った写真なんですけど、これまでだったらこういうの僕多分撮らなかったと思うんですよね。あのなんか墨絵っぽいね。そう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 、ね、でその白が今までのカメラだと素抜きになっちゃうような感じがするから、まあ、もしくはもっとグレーっぽくなってしまうので、ちょうどいいぐらいのこう、なんだから、まあ、まさに墨絵ですよね、和紙に描いたような雰囲気になるのは、なんかこのカメラ使ってる時に、いいかもっていうふうにちょっと思っちゃったりした、ただまあレンズにはもうこだわり、レンズによっても違いますけどね、印象は。これは何？ DFA スター 50mm 50mm か、だからだろって言われる、だからそのトーンがね、綺麗だったんだろって言われると、まあちょっと悔しいので、もう一個俺の出していい、じゃあちょっと戻していただいて、その、海のやつでいいかな、海のやつ。これは 21mm で撮ってるんですよね、だからそんなすごい高性能レンズじゃないけど、まあ仕上げもソフトにはしてるんですけど、でまあこれだけ明るくしても、空のところのトーンとか、海辺って海辺砂浜のところでこう日差しが強いと結構再現しづらいじゃないですか。これ何、日があるの？日はあると思いますよ、そこそこ薄曇りじゃないけど、薄曇り程度、ちょっと砂丘の写真みたいだね。そうですね、じゃあ鳥取行ってきたって話しておきますか。まあ逗子で撮ったんですけど、はい、そんな感じです。もう一枚ぐらいなんかないの？あ、一番お気に入りの一番最後のやつ、今の一番のお気に入りは。それ？そうです、そうです、これ。ははー。俺はこういうのが好き。でしょ？俺も好きですよ、好き。やっぱり黒、どんだけ黒潰してくれんねんみたいなのが好きで、確かに、他に花さんが言われてたように、その深みの出方とかは今までと全然違うから思い切れるし楽しいですよ、いいじゃないですか。でちゃんと飛行機は持ってきたんですよ、あれ。わかるよ、ちゃんと今、持ってすぐ持ってこれるからいつでもそんなわけないたまたま飛んでたんですけどね、なるほどね。露出補正、これマニュアル、これね、いや露出補正しますよ、露出補正して、マイナス 1.7 か結構しますね、結構します僕は、僕もね大体それぐらい、なんかこのカメラはね、アンダーの方がいい気か、こういうふうに黒を締めたい時は、アンダーをちょっと前のカメラ、他のカメラより強くした方がいいような気はしています。僕の感覚値で言うと、ちょっと明るめに出るの、だからデフォルトがもうマイナス 0.7 ぐらいがデフォルト。ああ、そうですかね。じゃあちょっと花さんのやつ見ましょう。でも自然が多い。そうね、ちょっと長野の方行って、じゃあその13番行こうかな。これはさ、雲間からあの変な草みたいなとこに日がバーって当たって、ところどころに日が当たってるの。でもこれもマイナス 1.3 だけど、でもこれもね、シャドウがね、あのヒストグラム見ると分かるけどね、全く潰れてないんだよね。というか、ヒストグラムかなりこっちのシャドウ側に寄ってる割に出てますよね。そうなの、そうなの。もっとこう、
ぐちゅって潰れかけた感じになってると思ったら、うん、微妙なところがすごい出てますよね。あの草の向こう側だったりとか、うん、そうなんです画面の左の端の方の岩の感じとかもすごくしっかり出て、なんかコントラストが高いように見えて、シャドウの一番ディープシャドウだけなんかトーンが柔らかいみたいな、あ粘ってくる感じ、ね、そうそうそう、うん、あなるほどね、うん、あこれはね、うん、77mm でこれ別の川なんだけど、うん、まあ、シャッタースピードが5000分の1でしょ、うん、だからちょっと拡大ってできるのかな、うん、すごいね、しぶきを映し止めた感とかも、うんうん、なんかその中にさ、うんそのモノクロの複雑なトーンが入ってくるみたいなのが綺麗ですね、この水はね、うんうん、そうだから水との楽しかった77と相性いいですよ、うん、いいと思う、俺すごい 俺も気に入ったもん、珍しく FA のレンズつけましたよ、これ、うん、最初は50スターがいいなと思ってたんですけど、うん、77つけたらね、うん、フルで使ってる時は柔らかい感じだけど、うん、これで使うと、うんまあ、ちょうどクロップされるからもうこういうなんかシャープさがすごい立ってくる、うんまあ、これ開放だもんね、そう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 、うん、開放でここまでさっきの水のしぶきの感じとかの、うん、でちゃんと陰影も出てるじゃないですか、うん、そう、透明度透明感みたいなのも、ねうん、出てて、それもすごいよね、こういうの撮ると楽しいよね、なるほど、やっぱりモノクロ専用機のなんかモノクロかな、まあ、これは、夕日がビルに反射してその反射がこの歩道の何あの高架下のところに出てるんだけど、なんかこういう光はやっぱりこのモノクロームの良さですね、なんかね、なんで俺が花輪さんの写真だけ納得してるの、自分の写真じゃなくてちょっと悔しいけど確かにそうだわ、これなんてマイナス2だからね、マイナス2で見たら、うん、天井のこの歩道の一番ところはちょっと潰れてるんだけど、道路は潰れてないの、潰れてないでしょ、うん、でも潰れてる感じしないですもんね、うん、あ分かるわ、そうこの辺のその微妙なトーンがいいね、うん、いい、でも逆に言うとこれをこのカメラ使うときはこうやって露出もこうちょっと攻めるというか、ね、あそう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 ね、そう、うん、あのなんとなく綺麗に撮れるじゃなくて、うんうん、もっとシャドウを自分のイメージでね、イメージで落としてやるんだって、うん、そういう使い方した方がなんか合う気がしますよね、うん、そうそうそうだと思う、そう、うん、そうね、うん、これなんてね、うん、車で走ってて、うん、あのここを見つけて、うん、あのこの路上の駐車枠のところに車止めて車降りてこれを撮りに行ったの。行ったの。うん。もうこれ絶対撮る。うん、確かに確かにです。よう車乗りながらこんなの気づきますね。そう。これ車運転しながら、うん、はっこことかやれるんだ、うん。すごいですよね、うん。それも才能なんだろうね。だ山の中行っても、うんうん、車運転しててここっていうと。うん止められる場所、ほら山道とかとさ変なとこ止められないじゃん、だから広いところとか、うん、カーブのこっち側にちょっとあるところとか止めて、そうそう、うんうん、カメラ持って戻って歩く、まあでもよくでも運転しながらだったら俺が見過ごしちゃうかな、うん、この光を、でも本当綺麗ですよね、ほんで、そうそう、瞬間、うん、この瞬間しかないじゃないですか、うん、そうそう、うんね、これもう撮ってる間に、うん、あもう日が弱くなっちゃったっていう、そうでしょ、あの反射がもうなくなったらもう絶対ダメですよね、そう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 、うん、そういうところもちょっと感度をこう上げてほしい気がするんですよね、うん、光に対する感度をこのカメラ使ってる時はちょっと上げて撮ってもらいたい気がする、うんうん、で後でこうね強くして確かにデジタルだから強くして印象を強くすることもできるんだけど、うん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 、わ俺ちょっと遅れちゃったわ、うん、例えばね、うん、アナウンサーはそういうことないかもしれないけど、うん、撮ってて、うん、ああしまったこの光逃しちゃった、うん、いやあるよあるよその時にデジタルの人は、うん、デジタルの人はデジタルカメラ使っていれば、うん、あ後でこうやってなんとかでこうやれば出るが、うん、出るからって撮っちゃうじゃないですか、うんうん、それしないでほしいよ、あそうね、そんな気がした、うん、それはシビアかもしれないけど、うんうん、そうすれば次狙う時に、うん、あこの光を狙わなきゃいけないんだって言って、うん、その光に対する感度ってその失敗の経験が上がるじゃないですか、うん、そういう風 なんか見方をして、でその時ってやっぱり光学の方がこの光って
ね、光学で覗いた方が分かりやすいじゃないですか、うんそね、その強さだったりとか、うん、特に反射してる光ってね、うん、光学の方が分かりやすいそうね、うん、だまあこれもほら全部 JPEG で撮ってそのままだし、全部今回持ってきた写真は何も触ってないし、触らないでそのまま行く、うん、めんどくさいんだよね。あの撮った時に、うん、完成を させておきたい、うんうん、あなるほど、うん、もうフライパンで料理して塩コショウを振ったら、うんうんうん、もうそのまま食べられるようにしたい。あ、うん、塩気足りなかったらちょっと振ってねっていうのが嫌なの。なるほど、うん、そうか、うん、でもフィルムでやった時はそんなことしないでしょ、うん、要はベタで、まあ、ベタでってことはベタ取ってそのままってベタじゃないですか、まあ、フィルムで言うと前も言ったけど、まあね、まあそれ焼く時にさ、うん、時間加減は調整するじゃない、うん、でもベタはベタじゃないですか、うん、でもやらないんだ、うん、やらないね。だから、ね、だからマイナス2とかね、うんうんうん、思い切ってね取る時にね、うん、やってるっていうことがあるのか、うん、ケイタのあのさ、はい、ヨットの写真、うんうん、これ随分逆に明るいよね。明るい明るい明るい、だってプラス1かなんかで撮って、ね、0.7 かプラス 0.7 か。あそうだね、うんうんうん、もうこの時はもうでもこれだけ明るくても、うん、空の雲は残ってんだよね。そうなんですよ、そう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 、ね、俺これちょっとあの俺自身は撮ったことないっていうか、だからソフトにしないとダメよ。スタンダードじゃなくてソフトにしておかないと多分こういう風な絵にはならないんですよ、うんうん、ね、あれだけ雲が残ってるんだもんね、うん、俺も後でびっくりした、うん、もしかしたら俺天才かもって、俺じゃないか俺じゃない、ね、なんでそれで自分に持っていくんだみたいなね話ですけど、うん、だその辺がこのカメラのハイライト側が結構粘ってくれていいなっていうところだった。だから意外とスタンダード基準だいたいスタンダードで撮るんですけど、うん、こういう撮り方するときはソフトにして、うんうん、もう露出調整もプラスいつもだいたいアンダーにするのを逆にしないでもプラス 0.7 かプラス1ぐらいにして撮るんですね、うん、この時は意外とこれ、うん、逆に言うとねアンダーにするときって光見てないとできないじゃないですか、うん、光見てその反射具合とかをうまく分かってないと、うん、なかなかアンダーにしたときって決まりづらいじゃないですか、うん、この撮り方ね、うん、意外と大丈夫ちょっと緩い感じ で撮れる仕上がりも緩くて仕上がりも緩くて気軽な感じで結構撮れたりします。そうなんだ、これちょっと新鮮、 その明るさのモノクロが。そうでしょ、うん、で飛び切らないっていう、うん、ねえ。でもあとはその5番右上なんかそれもちょっと素敵なんだよね。お、なんかね、いいところに目をつけていただきました。これが77ミリです。ああ、ちょっと素敵。これ、うん、これね。なにこれ？なんかどこかの食堂の食堂の、うん、の休憩時間の、うん、だからあれ多分ピッチャーライバーの向こう側にグラスをこう置いてるだけなんですよね。いやいや、なんか素敵。いいでしょ？うん、もう見つけた時にこれしかないと思ったもん。だからもう、うん、あそこがやっぱりグラスにちょうど光が差し込んでるから、うん、まあ輝いてるじゃないですか。うん、あれをほらあのこうワイングラスがバーにこうさぶら下がってるのじゃなくてあのコップっていうのがちょっとケイタらしくて素敵庶民派な感じがするでそれも磨いてるわけじゃないから洗ってそのまま置いてるだけなんですけど、うん、でもいいよ。ありがとうございます、うん、これはこれもだから綺麗だよね、トーンがね。そう綺麗だからやっぱトーンのつながりがいいんだと思うんですよね。これプリントしたいね。お買い上げありがとうございます、ね、そうね、やっぱりプリントで見ていただきたいですね、うん、あれはあれ、あの15番ちょっと自然ばっかりですけど、あこれちっちゃいため池なんだけど、あ僕よく行くところで、あの冬は雪が積もってどこかが池か分かんないところなんだけど、こういうの、あこれは手入れたいな俺。あそう。俺ダメなんですよ、手入れたくなっちゃうから。だからちょっと手前を暗くするだけでも違うじゃないですか。うん、こう奥行き感みたいなのがぐっと出てくる、うん、もっと出てくるじゃないですか。
そうすると光の印象がこう奥にね、自分の目がグッていってるような感じっていうのが出てくるから、うん、なんかもう、じゃあやっといて。まあね、そんな感じだから、俺はどっちかというと、うん、素でもすごくいい、うん、いい写真だと思う、うん、JPEG のままでも素でもすごく情報量もあるし、うん、トーンの再現力もすごくあって綺麗だと思うんですけど、さらにそこからちょっとだけ、だから全体にどうするんじゃなくて、昔だったらこれ追い焼きで部分的にやったじゃないですか、うん、今言ったみたいにこれで手前をちょっと暗くすると、うん、さらにこの光の感じが際立ってくるよねみたいなのがあるから、そういうところまで、なんかせっかくならこのカメラで撮った写真は仕上げてプリントに、いやさっきいじるなって言ったよね。何がいじるなとは言ってない、それはだから極端ないじり方で、ね、極端に、あの綺麗じゃないものを撮って綺麗にするっていう、そういうのは良くないってことね。微妙ね、やるじゃないですか、だからやりましたよねこれっていうんじゃなくて、これなんかやってるんですかっていうぐらいのところではやりたい、それが大人のモノクロ写真。まあ意外にあとね、ちょっとだけどっちにしようかな、19番にしようかな、雨ね、あのこの得意な、そう、新宿の夜の雨、夜の雨みたいなの、こういうのをモノクロ撮るのも面白いよね。これカラーじゃなきゃいけないんじゃないですか。いや、いや、もう夜の雨のモノクロシリーズ、モノクロじゃカラーシリーズじゃないですか、まあ、あの赤い、赤いいつもね、いやだけど意外にモノクロもね面白いんだよ。うん、いやモノクロで撮ることもある。あ、そうですか、うん、あのホワイトバランスオートのカラーは撮らない。ああ、なるほど、カラーなら色をつける。はい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 、はい、印象的な、その色を出していく、うん、ああ、これってあ 1.3 か、あ、そう、いや結構あの人のシルエットが締まってるなと思って、うん、で雨だし、うん、夜だからそんなに光も強くないけど、うん、ちゃんと陰影がコントラストがしっかりついてるじゃないですか、うん、傘持ってる、うん、あの 真ん中のね、歩いてるおじさんとかも、ね、でほら8分の1秒でいけるからさ、え、多分ブレてないね、多分か、ちょっとそのあれ拡大すると多分ほとんどブレてないよね。いやいや完全にブレてない。まあ、これはほらカメラのおかげだからさ。いやいやいや、俺多分無理だよ、8分の1秒だと。え、ちょっと花輪さんのカメラと違うんじゃない？ 20-40 で、うん、あ、そう、8分の1秒、うん、いけますか、うん、俺これほらシャッター優先にしてるから、うんうんうん、8分の1秒っていいですよね、8分の1秒人をぶらすのね、すごくいいけど、うんうん、でも俺打率悪いんですよ本当、まあ、下がブレちゃうで8分の1秒でだん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 遅くなって、4分の1秒になって、2分の1秒になって、2分の1秒になると人が消えちゃってこれダメだって思って、またそこから4分の1、8分の1戻ってだいたいね、8分の1秒がいいよね、夜の動き感はね、そうそう、うん、人のね、うん、両足がギリギリ残るんですよね、そう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 、うまくタイミングが、うん、でもどっちかがちょっとブレてる感じになるんですよね、より感が出るんだよ、うんうん、これ30分の1秒で撮ると、なんか人ブレてるんじゃないですかみたいなさ、中途半端、なんかいいブレじゃなくて、なんかブレてませんかってなんか疑われちゃうようなさ、逆にブレてる方が気になるんだよね、そうそうそう、これだとなんか雰囲気あっていいですねっていう感じになるの、はい、分かるかもしれない。ケイタの俺のそのあれは何、その電車の新幹線操縦席、新幹線ゼロ型の新幹線操縦席が置いてあるところで中取って、これ出していいのかな、多分いいんだよね、いいんだよ、え、まあ、展示してある展示してあるところでしょ、展示してあるとこ初めて入りましたけどね、ゼロ型って一番初期のやつ、初期のやつ、なんか、うん、でもなんかほらあの俺専門用語わかんないんだけど、うん、こうガシャンってやるところのさ、あそこの金属の光が綺麗、綺麗でしょ、ね、でもあそこがこの縁が綺麗だから撮ったんだよね、そう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 、でも、うん、カラーで見たらもう展示してあるやつだから結構ホコリもかぶってるし、うん、そん色ももう合わせてだけど、うん、モノクロにするとあそこが輝いてて、うん、なんかこう夢があった時代のね、うん、光光の夢がそのままあそこにね、うん、出てきてるような感じになった、うん、そういう風に勝手にね、うん、想像しながら撮ると面白いですよ、モノクロ、そんなことありません、うん、あるよ、聞いてたでしょ、いや聞いてた、今絶対聞いてない
想像してね。想像してね。いいですいいです。いやいや、俺はあそこが綺麗だなと思って。写真に見ていただいたことが僕にとっては一番のご褒美を。いや、これ綺麗だよね。うんうん、これ、まあそうね。はい、ですね。まあそんなところ。そうですね。うん、結局、花輪さんはに基本的に2040メイン。投資？うん。だから、あの、その、そこれだけが77、うん、そうなんだ、うん、で僕はこっちの方がなんかちょっとツボにはまったかな、うんうん、あ、そうですか、うん、すごいマッチングがいいと思った。あ、そう、なんでだろう、うん、俺はダメなんだ2040は。本当 K3 マーク3の時はもうめっちゃ合うって思って使ってたんですけど、うん、その勢いでこのモノクロームに使ったら、うんうんうん、どうもしっくりこない。あ、本当、うん、じゃあ逆だね。逆に21の方、うん、今日つけてきた、うん、これ21つけてきたら、うん、21の方が俺の中ではなんかマッチングが良かった、うん、ださっきのソフトのような取り方する時もこの21ミリがめっちゃハマるんですよ、うんうんうん、でもいいレンズ。そう、うん、レンズによってもね、なんか印象が変わる気がします、うん、あ、それはあるよね、うん、あの多分、うん、そのコントラストの出方がレンズによって変わってくるから、自分の好きな光と影のところで好きなコントラストが出るかどうかは意外にレンズによって違うんだよね。そう、うん、それがね、すごく違う気がした、うんうんうん、それはきっとある。だからコントラストが強ければいいわけでもないし、うん、弱ければいいわけでもないし、うんうん、それはなんかいろいろ試してもらうのもまたいいんじゃないかと思うんですよね。ね、うんうん、僕は2040推しです。そうですか、うん、俺21と、うん、まあ、77もいいかな。77が意外と良かった、うん、77って僕は今までその周りのちょっと柔らかくなるようなところも含めて77はいい、うん、パーフェクトって呼んでたんですけど、うん、まあ、当然これだとクロップで真ん中だけを使われるじゃないですか、うん、その時に出てくるのがね、うん、まあ、よく言われるあの貝殻のボタンがどうとかってシャープに映るとかいう言葉はこのことを言ってたんだっていうのが非常にこのマーク3モノクロームで使った時に分かりましたね、うん、いやー、ありがとうございました。あの素敵な作品ばかりで、あの楽しませていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。え、最後にですね、あの視聴者の方に向けて、一言お願いします。はい、じゃあ僕からいいかな。はい、はい、まあ、K3 マーク3モノクローム、まあね、一言で言うとモノクロしか撮れないんです。ロープラス JPEG で撮ってもローもモノクロなんです。だからもうね、どっぷりモノクロにはまってやるぜっていう覚悟がある人はぜひ。で、いや、カラーもねってんであれば普通の K3 Mark III もありますから、まあその辺はね、本気、このペンタックスの本気を受けるのはやっぱ本気で使うやつじゃないとダメなんだなって。ああ、なるほど、ね、で、本気の人からじゃあ、え、あ、そう、うん、じゃあそうですね、このカメラ使って僕は大好きで本当にいいなって思えて心から楽しく撮れるんですけど、多分買ったけどどうしたらいいんだろうなって思う人の方が多い気がします。そうかもしれないね、うん、だから今花さんが言われたように本気でもうせっかくだからモノクロやるんだよっていう風な方は、うんうん、買っていただいていいし、うん、買ったら諦めたらいいんだよね、うん、そうね、そういう世界もあるんだと、うん、そう、そんな感じで、うん、で、あ、最初ちょっとなんか分かんないな、むにゃむにゃごちゃごちゃするなと思ってても使っていくうちに、うん、なんかシンプルにね、自分の発想もなってくるんじゃないかな、うん、そんなこと思いますので可愛がってあげてくれるといいかな、はい、っていうのが感じでございます。ちょっとあんまり閉まってないけどね、はい、いや、いいんじゃない、はい、うん、ね、まあ、だからみんなにおすすめするカメラ、ここで言っちゃいけないのかもしれないけど、もうみんなにすぐ買いなさいっていうカメラじゃないと思いますね。そうね、うん、だってカラー撮れないんだもん。カラー撮れない。でもこれだってハードにしたりとか、うん、ハードにしてハイコントラストにすると、うん、いわゆるカチッとしたモノクローム撮れますから、うん、そういうモノクロームはね、モノクロームでもそういうモノクロームは撮れますから、うん、まあ、そうすればまあちょっと気が楽になる部分ね、あると思いますけど、うん、はい、まあ、モノクロは楽しいしね。楽しいと思います。だからその楽しさを知ってもらいたいですよね、うん、このカメラ使うことによって、うん、あ、モノクロってこんなに楽しかったんだっていうのを知っていただけると良いかな、うん、そんな風に思いますね。そういえば
このカメラで撮った写真を、うん、このクラブハウスで展示するですよね、うん、そう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 、うん、そうですよね、うん、でそれぞれそれぞれ2週間ぐらいずつですかね、うん、なんか展示をさせていただいて、うん、まあ、見ていただけるっていう状態になるのでプリントでね、プリントで販売もしていただける、うん、怖いよね。ね、ね、うん、いや花尾さんも多分売れるからいいんですけど、ね、まあそういうのもありますので、またそちらでもねぜひ楽しんでいただけるといいかな、そんなこと思ってあります。ありがとうございました。あのモノクロ写真の奥深さすごく感じます。まあ、この K3 Mark III モノクロ、モノクロ写真を楽しむきっかけになっていただければすごく嬉しいと思います。今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。